きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、新人王候補ね、パリーグ編ですけど、はい、はい、うん、昨日ね、昨日か一昨日か分かんないけど、はい、セリーグ編行われましたけど、はい、激戦の中で、はい、抽選が決まりましたけど、今年は、はい、先生も入って、うん、ドラフト形式で選んでいくと。でルールは簡単、はい、被ったら選べませんっていうね。だからもう本当、去年は佐藤さんと私だけだったから被らなかったじゃないですか、うん、面白いじゃん。セレブ編もだって渡来、岡留、増田被ったから、ね、被って3人も取れなくてでもということはね、はい、15人も選手の名前が出たからね。あ、まあ、そうですね、うん、まあ、それはいいことですね、うんうん、ここからね、可能性が広がる。今日はね、パリーグ編で予想して当てようっていうね、はい、これはね、新人を当てたら1点、特別賞 0.5 点でね、うん、はい、だから新人王を誰かが当てても3人特別賞当てたら勝っちゃうっていうね。そうですね、うん、まあ3人特別賞いることほぼないですよ特別賞も 0.6 点でもいいよね、うん、2人当てたらすごいよね。すごいすごいね、新人王1人より、はい、うん、まず特別賞が2人いることもレアですからそう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 。じゃあ1位、はい、いい、いいですか。決めました。決めました。もうこの人に決めてました、うん、いくよ、はい、せーの、負けた。俺はもう西武のマメタ。あー、リーフでね。あー、はい、今年一押し。マメちゃん。うん、はい、ね、うん、え、小川さんだ。私はムクノキ投手が上がってきて、うん、もう支配下されました、うん。ここで先発ローテとして回って、うん、10勝ぐらいするんじゃないかなと。うん、大丈夫？権利あるの？あります。ムクノキ。うん、あります。これ選んでね、権利なかったら地獄だね。え、多分あると思うよ。初心配だってしちゃったよ。20イニングらしいよ。多分先発2試合、30イニングで。あ、30、30か。多分1年目に2試合か3試合しか投げてないんで、うん、じゃあ大丈夫だね、うん、大丈夫だと思います、うん、はい、1回ね、ノーヒットノーラン仕掛けたけどね、そう、うん、9回2アウトまでね、うん、はい、え、先生は金村翔馬。ああ、日本ハム、私も候補に入れてた、今年こそ、うん、はい、うん、まあ、ちょっとね、中になるかもしれない、うん、中って言われてますよね、中ね、ちょっと金村なんで、うん、じゃあ、金村投手、豆田投手抜けて、うん、はい、決めました、うん、決めた、はい、パリーグ早いね、決めました。いや、まだここから支配下になる選手もいるかもわかんないからね。そうなんですよね。よし、じゃあ、はい、こいつにするわ、はい、いいですか。はい、来ました。せーの、竹内。おー、竹内、竹内、うわー、うわー、うわー、うわ、先そっち行けばよかったそっか、2巡目でムクノキ投手行けばよかった、私。そうだよ、そしたら取れたよ、取れた。いや、あ、竹内誰も、俺は一巡目でどっちかが竹内行くと思ってたから、あ、竹内行かないんだと思って。いや、じゃあ意外と向くの木投手言ってくるかなと思ったんで、絶対取りたいと思って。じゃあ俺、竹内にしようと思って。いやー、取れないのか、ちょっと行ってみようかな。よし、俺これにするわ。ちょっと、うん、行ってみよう、うん、いい、はい、せーの、セービア。セービア、そこ行きます、そっちね、うん、そっち楽天、うん、ちょっとこっち、ちょっとオープン戦良かったから、かっためっちゃ、まだ試合感なってないけど、いや、多分なるよ、うん、なったら、うん、ワンチャン、うん、あるから、ありますねだからまあ、俺はもうセービア小太郎にしようと。はい、高松、うん、さんは。私、斎藤京介、オリックス、はい、うん、もう山本投手が自分の後継者っていうかね、斎、うんうん、藤投手、ちょっとオープン戦こう打たれたりとかもありましたけど、うん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 、もしかしたら結構出てきて調子掴んで、うん、こう先輩たちに引っ張られていい活躍するんじゃないかなっていう気もするので、ムクノキと来た後に斎藤が来ましたオリックス推しだね。オリックス、まあ、チャンスあるよね、投げるっていうね、はい、そこで本人があとは頑張れるかね、うん、どうかだけっていうのはあるけども、はい、え、先生誰だったっけ。僕は長谷川ですね。ああ、ホークスに、はいはい、日本ハムから、やっぱり左の中継ぎってなったら、うん、もう一度も行ったから、うん、いないんですよね、今、うん、まあ、それ使ってもらえるんじゃないですか、うん、抑えるんじゃないかって、うん、ちょっと期待してるんですよ。そうね、はい、それはもうチャンス10番で ね、うん、ね、うん、さあ、じゃあ3巡目ですね。 3巡目ね、ん、50打席だったっけ。60打席。え、矢沢くんはさ、ピッチャーではさ、投げてないんだけどさ、はい、野手では打ってんだけどさ、これもうどうなの除外なの。もう除外じゃないどうなんでしょうね、ピッチャーでもうれしちゃったしっていう、うん、ピッチャーは到達してないんだけど、うん、野手では到達してんだよ。これもう除外ってことだよね。除外か、除外です ね、 ですね、うん、2回チャンスあっちゃダメですもんね、やっぱね、うん、いやー、すっごい迷ってることがあって、
推しを入れるかどうか、もう上だけじゃあかんなっていう、非常にならなあかんなっていうところもあるし、推し言っときなよ、本当に入れてあげたい選手です。入れてあげたいとかやめてよな、うん、取れる選手を可能性があるね、うん、出すんだから支配下なってないっていうのはもう無理なんちゃうかな。そうだ、だってセイミはだって、うん、ナンバーの強度強度セイミは評価高いじゃないですか、なってないからさ。私もしかしたらシーズン入ってすぐ支配下とかもあるかもしれないし、うん、オッケー、はい、いいですか、はい、せーの、中森、あーロッテ中森、私もちょっと迷いました、中森投手。あの20.1イニング投げてて、うん、これ大丈夫なのかなと思って、はい、うん、高松さんは、私も小蛇投手、あ、はい、2軍スタートになったんですけど、うん、でももしかしたら楽天先発枠はこう入れ替わる、ねうん、可能性は、うん、結構あるので、うん、途中からでも10勝ぐらい、まあ、してくれたらすごくいいなっていうところで小蛇投手、うん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 、先生同じく楽天の松田君、うん、ああ松田拓磨投手ね、はい、いいよね、いいんですよ、だから、うん、渡辺投手みたいな感じで中でフル回転に行ってくれたら、うん、ちょっと面白いんじゃないかな、いや今年リリーフいいよね、え、うん、試合かなんでしょ、試合かです、試合かルーキーです、ルーキーなんです、はい、俺さっきなかった、さっきのやっぱ、それはサイキ君を入れるかどうかなんですよ、ああ俺サイキ君を入れるそこは評価低いね、じゃあサイキの、うん、いや、まだ支配になってないからっていう、松田君を入れたかったっていう、その大阪産業、うん、大阪同士なんですけどね、大冠、うん、かな、いやでもリリーフで、でも勝ちパターンに入ってくるか分かんないけど一軍で使われると思う、使われるでしょ、うん、で去年の渡辺投手みたいになる可能性は全然あるんですよ、めちゃくちゃあると思う、清宮投手も出ていたしリリーフ陣結構熱くなってきてるから、うん、あると思う、ここで楽天さん選手上がってますかね、すごい確かに清宮は大丈夫、試合されるされると思いますよ、多分、うん、うん、おそらく、あとここ俺ね、秦慎之介をもらったの、あ去年ね、先生が、そう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 、私あと菊池陸投手とかもあるかなっていう、僕はね、岩井くんもやってた、あ、そうなんだ、あるね、はい、ね、ある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 、だからいや、結構いますね、いるんすよ、迷うところが結構いて、そう考えるとあるかな、パリーグはチャンス多めかな、いろんな人に、なんか多いかもしれないです ね、 多いと思いますね、うん、チャンスはピッチャーも結構多いなっていう、ルーキーの筆頭株価は竹内、うん、になってくんのかな、それとそうです、ね、まあ、今だったらね、そのホークスの岩井、うん、これオープン戦だとね、はい、うん、もしかしたらそのハム細野くんがまあ出てくるとか、楽天もこう小蛇投手が出てくるとか、あもうルーキーの1位だったら、あとあの新藤とかね、タミヤとか ね、 あのキャッチャーね、あとオリックスも忘れてるんですよ、高島くんね、うん、王子の王子様ね、うん、入れてくるからね、これ見てくださいよ、はい、入れてくるんでね、うん、ルーキーなんですね、これもね、うん、じゃあ俺が、はい、あのマメタ、うん、で、セイミヤで、中森、はい、で、袴さんが私が、ムクノキ、斎藤京介、コジャ、僕が金村、長谷川、松田、うん、で、竹内くん殿堂入り、うん、いや竹内取りたかったな、特別枠最近竹内くん多分ローテーション入ってるからな、竹内くんな、いや一巡目どっちもがいかんかったことが、そうなんですよ、いや私ももう誰か行くだろうなと思ったんですよね、竹内くん、ひそかに期待してるのは上田キルト、はい、ね、でも出るとこない、出るとこがないんですよ、そうそうそう、中村翔吾選手とかね、安田もいるからね、出るとこない、だから外野の練習しろって俺は言ってんだけど、試合数の関係でね、レフトとかもやってたんだからね、はい、そうなんですよ、いやー、やっぱパリーグね、候補多かったですね、多かったですね、うん、で、僕ね、はい、答えは半年後だから、はい、まあ、皆さんのね、うん、だから皆さんの新人王候補と、はい、あと誰が勝つかね、うん、予想も含めてコメント欄お待ちしてます、はい。